今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、略してたまりラさん、はい、2018年が6月に入りまして、はい、タマリラも2年と3ヶ月ぐらい経ちましたけど、はい、大変なことになりましたね。これはどうしますもう僕はもう今日、昨日の夜ぐらいから、はい、もう1週間ぐらい前からですね、はあはあ、どうしようかと。なんかね、あのタマリラってそんな番組じゃないじゃないですか。もともと私と大村さんがなあだこうだ喋ってるだけの番組だったのが、今年に入っていろんなゲストの方が来ていただきまして、はい、このラジオでの史上初、はい、なんと、プロサッカー選手の方に、はい、しかも日本代表ですよ。元お呼びしましょう、はい、今週のゲストでございます。元日本代表フォワードでございました、プロサッカー選手永井祐一郎さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか来ていただいちゃって大丈夫大丈夫ですか？大丈夫なんですか？もちろん、はい、もう騙されてやってきたみたいな、ね、で私たち本当ににわかサッカーファンみたいですね。これもこんなん来てますけどね。ロシアワールドカップに向けてのなんですか、これ T シャツっていうんですか、応援 T シャツですか、着て今日は永井さんをお迎えしたんですけれども、まあ言っても私たちと永井祐一郎さんには何の接点もね、はい、今日のさっきお会いするまで全くなかったわけですよね。そうですよね。初めましてです。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ永井さんにとってはね、ずっと小学校1年間サッカーをやられてますので、サッカー選手は周りにたくさんいると思いますけど。そうですね、はい、もうむしろサッカー選手だらけじゃないですか。まあ、サッカー選手しかあんまりいないですよね、周りに。そうですよね、はい、私たちね、大村さん、人生歩いてきてるんですよ、サッカー選手に会うことがまずないわけですよ。僕ありますよ。僕ありますよ。どうしてですか？どうしてそういうなんかこう話を難しい方向にあるので行こうって。いや、だって一回あるんです僕。誰ですか？誰ですかって、どこですか？俊介さんです。え、中村の俊介です。ほうほうほう。あのベネチアにいました。あ、ベネチアじゃないや、名前忘れちゃった。これもう最近長谷さん、中村俊介さん、もうジュニアユース時代から。そうなんですよね。もうライバルとして知ってます。ライバル、あ、まあね、ライバルとして、はい、同じ学年で、あ、同い年なんですね。そうなんですよ。で、よくまあ試合とかでは対戦した時に、ね、はい、ちっちゃくて俊介。あ、あ、そうなんですか。ちっちゃいと言っても75、80弱ですか。中学の時も本当ちっちゃくて。中学の時ね、最初、で高校は東高、東高だったんですね、あれでしたけど、中学の時はもう本当スタメンで出てるのを見たことなくて。あ、そうなんですか。中から出てきて、ちっちゃい。あ、そうなんですか。ちっちゃくてヒョロヒョロで、でも足元うまいんだけど、体がちっちゃい、弱すぎて、すぐ潰されちゃってみたいな。で、その時、永井さんはもうブイブイ言わせたわけですか。いや、ブイブイ今でも一応、自分のチームでは試合が出てたので。背はやっぱ大きかったんですか。中学の時、183、中3でそれぐらいありました。え、永井さんですか。今、190いくつですか。いや、全然ないですよ。180そうですね、4ぐらいだったんですけど、なんか変わりますよ、ここに来て。そうなんですよ。え、自身だ、まあ、ちょっとアキレス腱切った関係で入院したじゃないですか。そうですね。測ったら180、どうって言ってたか。ほぼ6まで背が伸びてたんですよ。切ったのに伸びたんですか。どういうことなんですか。いや、言っても永井さんもう結構ね、あの歴史を重ねてきて、はい、もう40手前です。そうですね、はい、アラフォーと言われる世代で、身長2センチ伸びる。で、その切る前に測った時は83ぐらいだったんですよ。やっぱ縮んだなと思ったんですよ。入院中に測ってみたらめっちゃすでに伸びてた。それみんな切った方がいいよね。痛いよね。いろいろね、そんな180何本も5も6もね、ある方じゃないですか。そうですなのに顔が小さいんですよ。これちょっと遠近法使いたい感じですよ。俺は1メートル半ぐらい後ろ行かないと多分同じ大きさにならない。なんで？もうなんかもうタレントですよね。
芸能人みたい。だって永井さん、うん、まあ、私はねもちろん昔その代表出られた時なんかも、まあ、テレビでしか見ようがないんでテレビで見てましたけど、まあよく言われるかもしれないですけど、まあイケメンな部類に入っちゃうじゃないですか。はい、まあ、そう、はい、させていただいてますね。そうですね、はい、それのやっぱ条件って小顔って条件ですよ。あ、なるほどね。だって私から今見たら、はい、お隣に永井さん、はい、で奥に大村さんいますよ、はい、でも大村さんの顔が大きいんですか。そんな遠近法ありますか。おかしいです。僕どっか狂ってるもん。おかしいもん。どっか身長と顔で顔がちっちゃくて、ね、その顔がイケメンできたら、ね、それはブイブイですよ、ね。しかもスポーツがすごくて、サッカー部日本代表ですよ。僕ねもうね鮮烈な記憶があるんですよ。え、それ永井さんの記憶で。そうです、お願いします。2003年ですよ確か。2003年、あの日韓戦、おっ、ね、ロスタイム入って永井さん登場して決勝ゴール。そうですね、あの奇跡の奇跡の奇跡のもうほぼほぼラッキーゴールですけどね。いや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 。それ大村さん映像見ました？見ました見ました。私も昨日、ね、その映像何回も見たんです。あ、そうなんですか。僕多分生で見てますよそれは。生って韓国じゃないですよね。いやいや、それじゃなくてね。いやでもね、本当にあの私こうやって永井さんとお会いすると、あの今年が2018年になった時に思ってなかったので、あの直接聞けると思わなかったんですけど、日本代表に初めて選ばれるってどんな気持ちになるんですか、それって。そうですね、まあ天下取ったみたいな気持ちになる。いやいやいや、まあ、やっとその、まあ、そこでのスタートに立てるぐらいの感じですね。やっぱり嬉しいのはもうめちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいですけどね。嬉しいけど、もうそこからまた、まあ、その人たちと今度は競って試合に出なきゃいけないので、うん、なるほど。 J リーガーの中でも日本代表に選ばれる人っていうのはもう本当もう少しじゃないですか、はい、じゃあそこに入ったら、いわゆる日本サッカーのは頂点の部類には入ったわけですよね。そういう風な見方をしてもらえると嬉しいですけど、でもやっぱその中での差ってまたすごいんですよ。え、そうなんですか。やっぱりそこの中で差あるんですか。もちろんです。だし、まあ、呼ばれてなくてもすごくいい選手っていうのがいっぱいいるので、その時にたまたま自分が呼んでもらって、でもあの時もあの怪我をした人の代役で呼ばれていたので、まあ、本当にまあそのタイミングとかもまああるんですよね。だってその韓国戦で点を取った時は交代した選手は中山選手ですよ。ゴン中山選手と交代して入って点を取るわけです。そうそうそう、それはね、それはあのジーコ監督の時ですけど、だって小村さんジーコ監督見たことありますよ、肉眼で。肉眼でジーコはあんですか。それ普通あってもないでいいんですか。ないかな。ないかな。岡田監督はあるよ。あ、そうですか、うん。岡田監督のサインボール持ってもなんでですか。逆に僕持ってないです。全然俺が思ってる方向に話がいかないんですけど、それちょっと私ね、このリスナーさんの気持ちを代弁して、はい、ちょっと単純なというか青みたいな質問になるかもしれないですけど、はい、日本代表にあなた決まりましたよって、うん、誰にどう言われるんですか。うん、まずこうチームまあ、僕が浦和にいた時に、ね、浦和に行った時に、はい、まあ、ある程度リストには入ってるよっていうことは、もうその広報の方とか教科の方を通して協会から連絡が入るんですよ。なるほど。まずリストに入ってます、ね、はい、言われるんですよね。へえ。で、まあ、その、まあ、人数も結構多めに入ってます。なるほど、なるほど。はいはい。でその中で、まあ、入るかもしれないって言って、でその発表になる何どれぐらいかな、結構時間的には1時間とかそれ前にはもう入りますっていうのが連絡がもうもらえます。でそうなると今度チームでも前もってやっとかないと、今度記者の方とかがクラブハウスにいらっしゃるので、その方々のためのご準備とかもあるので、まあ、だから発表の前にはもうみんな基本的には知ってます。あ、でもそんな結構ギリギリなんですね。1時間とかまあそれぐらいは、だって漏れちゃうかもしれませんもんね。そうですよね。今の時だったら結構すぐ、ね、すぐね、インターネットとか、ね、そうね、先に言っちゃうとね、トランプみたいな、ね、すぐツイッターでなんかやったりとか、イエーイみたいなね、謎の絵文字だよね、ふざけんなよね。そ, ねそれがバレたからダメみたいなことにもしかしたらなるかもしれない、ね、なるかもしれないですよね。あ、
そうなんだ。実はこれね、あの放送は6月の2日ですけど、これあの収録してるのが、実は今回のワールドカップの、代表が発表される2時間前ぐらいですよ、今。そうなんです、5月31日のね。そうなんです、そうなんです。だから今ぐらいに、もしかしたら入る人に連絡がいってるかもしれないと思うんですよね。まあそうですね。そう、そうですね。いや、それでね、まあ、でももう今どうなんですか、もう今27人決まってて、そこの中の23人ですよね。うち1人そうか、逆にもう今はもう代表合宿してますもんね、そうですよね。だからこのパターンだと言われないのかもしれないですね。そこで あかんかったよっていうのもきついな。きついですけど ね、 いやでも代表のチームというのはね、私はまだちょっと入ったことないんですけど、どういうことそれ。まだちょっと分かんないですから、またこの今まだ2時間前ですよね、はい、急にこれ電話かかってくる可能性もまだ、うちさんに、ゼロじゃないですよね。ゼロだと思います、ね、それ代表になっていくとですね、もちろん代表にも今までも長いいっぱいある、例えばそうであった中田英寿さんだったりとか小野伸二さんとかがまあいるわけですよね。もともとつながりがあったりする方もいるのかもしれないですけど、そのうわあの人初めて見た、うおーみたいなミーハー心みたいなのあったりするんですかね。どう、まあ基本的には試合で試合でやってるやつって、試合でやってる、そういうもんなんですか。だいたい試合中とか話は結構したりするので、選手同士で終わったとか話したとか。あ、そうですか。すごい若い人が入ってもうその選ぶバルタさん、しかも海外でやってるとか、やったらもしかしたら初めて見たなるあるかもしれないけど、多分基本みんなも多分お知り合いのはずですよね。チームメイトはそうですね、まあ、対戦相手とかでうわっていう人はもちろん、そうですよね。誰が言いましたね、うわこれはって。あ、長井さんの、長井さんのその対戦相手で、まあ代表の時じゃないですけど、はいはいはい、あれもやっぱアンリとか見たとき、アンリ、なんですか、オリビアを、違います、そのアンリじゃない、そのアンリじゃない、ね、フランスのアンリ、はい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 、もうすごいですか。そう、いやなんかもう体おかしいですよ、本当だ。足もめっちゃ長いし、で背高いじゃないですか、でなんかで筋肉つくところがガってついてるし、でファッションってしてて、で顔ちっちゃいんですよ。あ、顔ちっちゃいんですか。長井さんのもちっちゃいんですか。全然です。僕らどうなるんですか。本気な顔族やん。あれ中に絶対入んないから大丈夫ですよね。あ、でやっぱりその海外の人とこう試合をする、まあこう体がぶつかったりすると、うわやっぱすげえっていう人もたくさんいるわけですか。そうですね、まあ結構こう裏の時って、うん、そういうクラブチームの有名なところと結構試合やる機会があって、マネージャーさんとかも、うわお3回ぐらい、すごいチェストやれてると、まあクリスチャン・ロナウドがまだ若い時とかその時に、まあスコールズっていう選手が、はいはいはい、スコールズ、はい、で埼玉スタジアムで試合の時に、僕途中から出て、一発目からバーンってぶつかったんですよ。しばらく痛くて動けなかったんで、別にファウルされたわけでもない、当たっただけで痛っと思って、いや向こう平気な顔して、全然普通ですね、なんか乗ったかなぐらいの顔してきましたけど、セットプレーとかで、なんか場所の取り合いとかやってるじゃないですか、ね、あんなんもう大変ですか。いや、力強いですよ。クラブワールドカップの時に、まあ、AC ミラン、チームと前橋市の時に、カラーゼっていうディフェンスの方が、ほんとすごい形ですよ。で普通こうボールもらいに行くときにこう人にこう一回ぶつけて、なるほど、相手崩させて自分で行ったりするんですけど、なるほど、当てに行ったときに手でこうポンと押さえられたんですよ、身動き取れなかったんですよ。こっち行こうと思ったのに動けなくて、あ、これは違うぞと、なるほど、いつも通りでダメだよ、ね、そういう経験もやっぱり、まあ、しましたけど、実際まあその時はね、言ったらもう10年ぐらい前の話になるかもしれないですけど、今 の、 その日本代表の選手がもうこれからワールドカップ行って海外の選手と戦うわけですけど、まあ想像になると思いますけど、今の選手たちはそういうやっぱり差っていうのを同じように感じてるんですかね。いやでももう海外でずっとプレーしてる選手が多いので、まあそんなにこう、まあ違和感もなくというか、まあ何事もなく普通にやれちゃうんですか。やれるんだと思いますけどね。それは今の代表の選手が例えばその体がもっと昔よりも強くなってるということなのか、またはその海外行ってやってることに慣れてきて、まあ慣れが多いんじゃないですかね。
やっぱりそれを試合中にさっきみたいな体験をしてしまうのか、うん、まあ試合前から分かって入るのかっていう、またそれも全然違いますよね。自分の対処の仕方も準備ができると思うので。なるほど。で、まあ、普段からやってる選手たちも何も考えずに普通にプレーしてるはずですけどね。長友選手なんか身長低いじゃないですか。ようやってはりますよね、あの人。昨日もガーナ戦というのが実はね、横浜であって、まあ、なかなかもう向こうの人も取れないですもんね、ボール。ちっちゃいのに、ちっちゃいのに。奥さん、かわいいじゃないですか。奥さん、かわいいですね。な、ねえ。これ奥さん一緒にね、昔ライブで共演したことあるんですけど。あ、そうなんですよ。長友選手の奥さんと。そうそう、平愛理さんが司会進行するライブに出させてもらったことあるんですよ。で、あの出番の前でね、あの袖のとこで司会の方の司会の役だから待ってて、行ってらっしゃい、頑張ってくださいってみんなに言ってくれるんですけど、みんな帰ってきたら好きになってましたからね。そうなの。何あの子めっちゃ可愛いじゃんって言って、で当時はまだそこまであの名前が有名じゃなくて、楽屋にお母さんがマネージャーがありにいて、そう、それでもう何とかしてね、私も楽屋広かったんですけど、自分を取るようなふりして平井さん取りたかったんですけど、それをずっとお母さんが管理して、ね、あ、そうなんだ。なんかこう見てるからなんかダメができなかった。それが今やも長友選手のね奥さんになりましたけど、いや、じゃあ実際このワールドカップがもう近づいてきてますけど、まあもしかしたら長谷さんあちこちで聞かれるかもしれないですけど、今回まあいろんなごたごたもありました。で、まあ、この間、昨日かね、ガーナ戦で西野監督で初めて試合をやって、まあ、負けてはしまいましたけど、まあ、単純に今回、その向こうにワールドカップに行って、日本のチームは永井さんが見ていて、どんな結果になるんだろうという、思い切って、思い切ってですか、言っていただくと、どういう感じなのか、まあ、一永井選手の、まあ、感覚ですよ。はい。現状の感じだと、はい、あまりいい成績が出せなそうって感じはしちゃいますけどね。やっぱり昨日の試合も、まあ、ずっと悪いわけではないですけど、でもやっぱり結果は負けてしまってるっていうものもあるの で、なかなかやっぱその、ホジッチの時、はい、あれがホジッチさん、あの時のゲームとかも見たけど、なんかこうね、選手がこう思いっきりプレーできてないとか、はいはい、まあ、それが西野さんになって、また西野監督になって、はい、まあ、これからまた変わってくると思うので、今のなんかあの感じのイメージがやっぱちょっとどうしても自分の中に残っちゃうので、なんかこう選手が生き生きしてないみたいな、だから、まあ、本田君とかも、ね、久しぶりに呼ばれたって試合もあって、それでプレーしてた時も、なんかもっとね、自分のチームの時はもっとなんか生き生きして、ぐぐいみたいな感じが、なんかこう足かせ。つけられちゃってるような感じがあって、で永井さん的にはそのハリル・ホジッチ監督を今回このギリギリのタイミングで解任したのは、まあ、まあ良かったのかなっていう感じですかね、どちらかといえば。まあ、もっと早くて良かったと思いますけど、ね、そこも結構ね、評論家の方でももういろんな意見あるじゃないですか。でもまあ実際にもう変えるんだったら早い方がいいじゃないですか。そうですね、だって西野監督だっても準備する時間がもっとできるわけだし、ね、ほぼなしみたいな感じですね。そうですよね。まあ、なんか日本よくやりますよね、そういうの。ねえ、ギリギリで、まあ、岡田さんの時もそうでしたもんね、直前に結局岡田さんになって、まあ、あの時は結果はまあ良い方に行きましたけど、そう、だから今回はまあ楽しみもそうですけど、こんなごたごたした状態でいってどうなるのかね。そうです。なので今日は6月の2日なので、来週もう一回ちょっと長谷さんに来ていただいて、もうちょっとこうね、ワールドカップのことだったら、私はね、個人的にはやっぱ代表チームが移動するときにどうやってみんなで移動してるのかとか、練習時間だって一日丸々練習してるわけじゃないですもんね、うん、そうですね、何やってんの、空いた時間何してるのかとか、そういうね、もう皆さんがきっと聞きたいだろうやつを私代表で聞かせていただきたい。長谷部選手の私生活とか。それ大丈夫ですか。メンタルがついてる。じゃあもうね、同僚、元同僚ですからね。まあ、メンタルを整えるっていうね、本を出して、そうですよ、やってましたからね。いやもう長谷部さん、いやもう日本の肝ですから。そうですね。キャプテンです、ね。キャプテンです。ちょっとどこまで喋っていいか1週間ちょっと長谷さん考えていただいて、それまた来週ね、もう一度ちょっと来ていただいてお話を伺いたいと思いますので、長谷さん来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで今週はあっという間ですがこんな感じで、はい、また来週元気にお会いしたいと思います。お相手は私宇津井と小倉慎吾と、そしてゲスト永井雄一郎さんでした。どうもありがとうございました。はい、ということで ここから YouTube でちょっと、はい、いや僕ね
優雅監督交代交代良かったとすごい思ってるんです。いやもうとっくにみんなそう思ってますよ。やっぱりそうですよ。なんでなんでやってるの。なんかこう何がしたいのかもよくわからないですよね。怖い怖い怖い感じが。あの人キャラクターじゃないですか。確かに何考えてるか分かんないな。神経質そうっていうかそういう感じがしてて、なのでその見てもやっぱりそのハリル・ホジソン何がしたいのか。そうなんですよね。なんか試合見てると結構やっぱまあ僕らはある程度こ こういうサッカーをしたいんだなみたいなのが、まあ、見えてくる部分があるんですけど、なんか別にそういう日本のサッカーに合ってなかったんじゃないですか。そうなんですかね。だから僕よく思うのはその日本のサッカーがどうなのかっていうのが正直なんかあんま分かんないじゃないですか。そうです。だからそれを結局こうまあ外国人、まあ、いろんな国の色を持って入れようとしてっていうんだったらもう少しちゃんとこう日本は日本のスタイルっていうものを作ってた方が僕はいいんじゃないのかなと。やっぱ協会のあれですね。そうね、だから西野監督が入ってやっぱ日本人の形でやっぱりこう戦ってた方がやっぱりなんかこういい。そうですね。結局その例えばブラジルっぽい色を持ってきたりとか、まあ、イタリアの色を持ってきたりだってそう言ってるとそれにじゃあ自分たちの 日本人がそれに合うかどうかによって結果が左右されるぐらいならもうそれをちゃんと気づいていった方が。そうですね。やっぱりこう日本のサッカーって何っていうとなんか分かんないですみたいな感じですよね。運動量って、まあ、運動量ってどこの強みんな運動量ですしますよね。運動ですからね、まあ、そうですね。ブラジルはブラジルでやっぱりなんかこう色があったり、ダイヤはもうはっきりしてありますよね。めっちゃ守るとかね。あの僕の西野さんはなんか僕は好きな感じなんです。あ、そうですか。好きな感じで、うん、でやっぱガンバも強かったじゃないですか。そうですよね。でそのガンバが強かった時の、まあ、遠藤選手とか、はい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 、ね、あの要でしたよね。要でしたよね。あと誰やったあれなんか忘れちゃったけど。だいぶ老化が進んでる。老化が進んでる。おほんまね。西野監督の時のやっぱガンバ結構活躍してるので。ですよね。強い。そうですよね。いやだからその日本人の監督だと昨日のガラス見ててもやっぱり選手交代するときにお話が 100% 通じてるわけじゃないですか、うん、そうニュアンス的なものまでね、うん、なんかそれって本当に単純ですけどその方がいいですよね、うん、その西野監督なんか言葉の、ね、伝え方がうまいような気がするんですね。へえ。あのその、ま、なんだろう、ま、一言頑張れよっていうようなそこのなんか周辺についてる言葉が、うん、なんか上手そうな気がしてモチベーションをうまく上げていったりとかあの失敗した選手をうまくこう盛り立てていくとかそういうことができそうな人に見えるんですよね。だから長谷さんも相当いろんな監督さんの、ね、下でゲームやってると思いますけど、やっぱその合う合わないってね、私も、まあ、全然職業違いますけど歌の先生やってると生徒さんに合う合わないってなんか教え方どうこうじゃなくてやっぱなんかフィーリングとい う、うん、なんかそういうのもあったりするんですけど、この人合うな合わないなみたいなやっぱあるんですか。結局その、まあ、試合に使ってくれるかどうかっていうのもあるし、まあ、可愛がって、まあ、気にかけてくれてるかっていう部分はもちろんありますけど、で実際に、まあ、こう自分のやりたいようなプレーを向こうは好まないとか、なるほど、なるほどね。その代わりこの仕事をやりなさいって言ってやっぱそれをやり続けたら使ってもらえたとかっていう、だからそれをどういうふうに取るかですよね。自分がこうもっと自分の色をこう出したいのにな、だけど自分の与えられてる仕事はこっちみたいな。はいはいはい。だって直江さんね、早くドリブルでブワーっていってねゴール決める映像 YouTube にいっぱいありますよ。ありますよね。めっちゃ早いですよ。あれをやりなさいって言ってくる監督だったらやりやすいってことですね。自分もやりがいがありますよね。やっぱりチームのためにやっぱ駒としての仕事をやっぱり重んじる監督とかもいらっしゃるんで、そうするとやっぱなかなか自分の良さが出せないとか、難しいですね。サッカー選手でずっとなんで半笑いなんですか。それ聞きたいことが一個あってね。何ですか。あのトルシエさんってどんな人やったんですか。トルシエは、まあ、僕が最初お会いしたのが、はい、1999年のワールドユースで、はいはいはい、そうですよね。そうアンダー20の時、はいはいはい、でその時に、うん、もう何、まあ、言葉がもうめちゃくちゃな感じでいきなり怒り始めてやっぱりそうだよ。だからなんかどうしたってこっちがびっくりするんだよね。でアフリカで、まあ、やってたんですけど、
もうなんかみんなこう暑いので、うん、やっぱこうスポンジとかで氷まで用意されて頭こう濡らせみたいな感じで言われて、そしたらその時に僕がこうやってたら、こんなやり方じゃダメだみたいな感じで怒ってきて、松江の人もで髪の毛引っ張られて、バーって連れてかれて、頭バケツの頭つかまれて、どれだけ安いみたいな感じで、もうその時イラッとして、何なのみたいな感じで、だからまあ、だからそうで、そうかと思うと、なんか急になんかこう、まあ普通というか、まあ、なんかこう、気遣って話してくれる時もあるし、どうなんか起伏が激しいですよね。試合の前って大体こう軽く散歩とか、夜のナイターの試合とかそうなるんですよね。で、まあ暑いんで、まあ一応みんなこう練習はないっていう話だったんで、まあその T シャツとハーフパンツみたいな感じで、まあテニスコートがホテルにあったんで、まあそこで散歩して、で終わりますみたいな感じでだったんですよね。それなんか急になんかフォーメーションの練習みたいな、よくやるんですけど、それをいきなりなんか並べみたいな感じでやり始めて、で僕らも試合の当日だし、いいのみたいな感じで思いながら、これでトレーナーももちろん水とかも用意しないで、ね、散歩って言ってたじゃんみたいな、そしたら急にトレーナーとかに怒り始めて、で水飲めとか言い始めたら、水なんかねえよとか、なんであんまり用意しないんだみたいなって、トレーナーとかもみんな振り回されてて、でそれで結局出発遅れてとか。結構なんかこう自由人というか、そう思いついたのかな。へえ。それで結構結果が出たんだよね。なんか出た、なんで出たんでしょうねあれね。でもやっぱりやろうとしてるサッカーはもう絶対もう浸透させるので。ああなるほど。だからもう本当にそのまあフラットスリーだったり、でもその動き方だったり、ボールが1個動くたびに全員がちゃんと動く、もちろん1個ずつ直すんで、そういうフォーメーション練習なんですけど、そういう意識とかの。すごいやるので、まあ、結果出ちゃうとね、やっぱトルシェがやりたいサッカーは選手がちゃんとピッチの上で表現できる、うん、なるほど、状態になってやってたので、だからあれは逆にまあすごいなと思います、徹底力、徹底力、その他はめちゃくちゃだけど言うことやることが急だし、フランスの人ってそういう傾向なんかあるような気がするな。僕テニス好きなんですよ。でテニス選手でフランス人ってやっぱおかしいもん。おかしい。もうちょっと日本語ないですか。いや、おかしいじゃない。あの昨日ちょうどね、はい、日本代表のサッカーがあったでしょ。それのちょっと後から錦織選手が全仏オープンで、ね、フランス人のペールっていう選手と対戦やったんですよ。はいはいはい、すごい試合でしたね。あれすごい試合でしたね。でもうペールってもう出た見るからにおかしいやん。ひげが黒いひげがこんななんか混ざってて、はい、髪の毛は白なんですよ。染めはったんですって、うん、それでそれでも見た目もおかしいんですよね見た目おかしいねんけどプレーもっとおかしいんですよ。だなんかダブルフォルトめっちゃくちゃ続けると思ったらすぐにサービスエース取ったりとか、なんでそこ失敗してたのになんでこんなごっついエース入れてくんのみたいなとか、なんかねフランス人特有の、ね、そうなんだね。で気まぐれやけどなんかうまいことやりよるんですよね。まあ、結果にしこるのはね、今回勝ちましたけど、ね、今までやっぱ負けてますからね、ベールには。いや、そうなんだ。トルシエさんの裏話ですよ、もろね。あと、聞きたかったのが、あの、まあ、すごい昔の話ですけど、はい、ジダンがなんであそこで頭突きしたんや。ずいぶん前の話を。でも、わかんないですよね。僕らも、なんかまあ、ちょっとこう、ね、いろんな言葉を吐いた。まあ、言われてますよね。言ったっていうの。よく出てますけどね。でも長谷さんだってそれプレーしててね、はい、普通にまあまだまだこう当たってるんでしょうけど、でもそれは腹立つみたいなことがいっぱいあるわけですよね、試合中ね、はい、そしたら どうします。まあ、こう姑息な手段を使ってもちょこちょこやります、ね、どんな手段使うんですか、姑息な手段。いやもうなんかまあもうなんていうんですかね、こう先に行こうとしたらわざとか仕掛けた。まあ、そういうことはまあ日常の感じでやりましたね。なんかボールがあるとかばっかりね、私なんか見ちゃいますけど、そうじゃないところもね、いろいろそういうのやってるわけなんですよね。だから口で言ってくる人もいるんですか、悪口で。そうですね、やっぱまあ若い時は言われましたね。やっぱ年々やっぱ自分も上になってくるとやっぱりあんまり言われなくはなりました。お客さんの声ってまあ場所によると思いますけど、結構聞こえてるもんですか。聞こえますね。
結構そのゲームによってこうサイドとかをやってる試合とかを見たら、そうすると結構聞こえてくるんですよ。でみんな多分そんないいこと言わないですよね。はい、腹立つことばっかり。面白いこと言うやつ悪いやつ、いないですか。いないですね。でも、まあ、頑張れとかも別にないですし、はい、あ、そうなんだ、やれよみたいなとか、なんか持ってない、行けよとか。聞こえますもんね、だって耳が正常に機能してるわけですから。言われんでも分かってると。そう、いや状況見てやってるからね。知ってるでしょ。周りは勝手なこと言いますけどね。いやそうだ、なので、まあ、またちょっとね、あの来週来ていただきますから、聞きたいことはその辺にしていただいて、またね、もう一週だけちょっと長さをよろしくお願いします。YouTube の方、また来週です。さようなら。